古い世代の燃料と思われがちな石炭ですが、世界全体で見ると発電では40%が石炭火力発電で、今後さらに増加する見通しとなっています。CO2 の排出量が多いことが最大の欠点とされてきた石炭ですが、クリーンコールテクノロジーという地球環境にも優しい新たな資源として蘇らせる研究が進んでいます。その最先端の現場を取材しました。 国連の気候変動に関する政府間パネルは9月末に地球温暖化に関して有効な対策が取られなかった場合、今世紀末に地球の平均気温が最大4.8度上昇するという最新の報告書を発表しました。日本でもこれまで石炭火力発電の効率を高めることで CO2 削減に取り組んできましたが、 地球温暖化対策が急務となる中、新たな石炭火力技術への挑戦が始まっています。その一翼を担っているのが、NEDO ・新エネルギー産業技術総合開発機構です。NEDO では3つの戦略を描いていて、1つが高効率な発電技術の開発。で2番目が CO2 をさらに低減させるための CO2 の回収技術、それとその優れた日本の技術をいかに海外に普及させるか、それによるグローバルな視点での CO2 の削減。これらの戦略を達成するために、NEDO が電源開発株式会社とともに北九州市に建設した試験プラントイーグルここでは 細かい粉末に加工された石炭を加熱することによって水素ガスを取り出しますこれが石炭のガス化と呼ばれる技術ですがイーグルでは同時に発生する CO2 も回収しようとしていますイーグルでは炉の上下2カ所から石炭の粉末と酸素を投入し旋回させながら部分的に燃焼させますその他の粉末は長時間炉の中にとどまり 熱によって水素や一酸化炭素などのガスに分解します。この水素ガスが最終的に火力発電の燃料になります。これらのガスは最後に触媒反応を用いた化学吸収法や液体に吸収させる物理吸収法を用いて回収します。回収した CO2 は地中に埋めて閉じ込める CCS が可能になります化学吸収法に関しましてはです、ね、99%以上の純度で、物理に関しましてはです、ね、純度98%、それから化学吸収法に比べてです、ね、エネルギーロスを10%低減するという目標につきましてはです、ね、おおむね達成できるという見通しを得ております。一方 ネドと共とにイーグルプロジェクトを進めた電源開発は中国電力と共同でイーグルの実用化に向けた新たなプロジェクト大崎クールジェンを立ち上げました瀬戸内海に面した中国電力大崎火力発電所敷地内に新規の発電施設を建設今度はイーグルに水素を利用する燃料電池を組み合わせてさらに発電効率を上げようとしています 送電の効率としてて程度を見込ままれておりますそこにです、ね、燃料電池を組み合わせることによって50、50%以上のです、ね、送電炭の効率を実現しようと。石炭のガス化と二酸化炭素回収技術は、老朽化した国内の石炭火力発電所の後継として期待されています。 さらに海外へのインフラ技術としての展開も視野に入ってきました世界的に CO2 の削減ということが可能になってきますのでその日本の優れた火力発電技術あるいはこのガス化技術というものは世界に普及することによってより効果が上がるものと考えています石油と違って地球上に広く分布する石炭日本の石炭ガス化技術と CO2 分離回収技術が 一日も早く、世界のエネルギー供給と環境問題に貢献することが望まれます。